欲がないもんだからさ、別に小銭がないわけじゃないんだよ。君の横顔を見ているとそういうことを言いたくなるんだよ。もしも明日世界の危機が来て、僕が世界を救う役目だったら、頑張れるのにな、かっこいいのにな、なんてクソだ、なんてクソだ。そうしたら僕の泣きなら君が泣いて、泣きながらやればできるんだねってつぶやいて、いつだってきっと笑われたっていいよ。世界の危機なんてそうそう来るもんじゃないんだけど、それなりの人生の危機ってやつは僕なんかにも訪れるもんで、孤独になっても夢があれば、夢やいつだってヒーロー。